サイド神村で来た、これが直接決まった、リフレクションがあって決まった。26分熊本先制。ナイフどんどん打ってこ、こうやっていきましょう、ゼロでいきましょう、シュート、シュート、ただこううまく剥がしていきます。さあスルーパスが出た、チャンスだ、縦パスシュート、綺麗な形でゴールが決まった。熊本勝ち越し、大崎です。はい、じゃあ、はい、自分自身やっと決めることができて、今日勝ててよかったです。次も勝てるように頑張りましょう。いきます。おください。
を回します。お疲れ様でした。お疲れ様でした。頑張った。選手も頑張れ。ありがとうございます。豊田歩夢選手。今チーム苦しい状況ですけど、これからも楽しいサッカーどんどん見せてください。応援してます。行くぞ、J1 昇格。大丈夫、時間来たから大丈夫。最後、はい、こんにちは。前回僕たちはリーグ戦勝利 しましたけど、まあ、今日の相手の山形は前の僕たちみたいに多分苦しんでる状況で、何年でもここで勝っちゃおうっていう思いで来ると思います。で、僕たちは軽く上がっていかなきゃいけなくて、まあ、一勝して負けるようなチームはいくらでもいると思うんで、ここで2勝するために全員に泥臭く戦って絶対勝ちましょう。行くぞ、いぞ、はい、もう次行こう、最後ゆうや、しぶき、今日任せたぞ。Let's go!
ご覧のように1対0でモンテビオ山形が勝利を収めました。ここは狭いところ1人かわしてクロスを中に入れてヘディングシュートはどうか、シュートはどうもと、リフレクションがある中、シュートもう1回江崎から中入れていってラファエル、いやシュート打った、あー同点に追いつきました。いや見事な波状攻撃です。また豊田から縦、前向き藤井ボールを持ってきます。神戸が追う、サポート待ちます、横パス通って石川、通します、中に送って、シュート、決まった、大本逆転熊本、いや見事でしたよ、走り抜きましたからね大本選手もね、長い距離を走っていきました。さあベジョンリンがコースを作って、自分で行って送っていって、さあシュート、はい、打った、決まった、熊本3点目、ナイトだけね。よっしゃ、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 よっしゃ
やマジよかった。これ含めてみんな頑張ったよ。続けていこう続けていこう。次もあの俺含めてよかったからみんな続けていこう。次もお前のおかげだよ。お前のおかげだよ。昨日から流れあったよ。よかったよかった俺含めてみんなよく走ってたよ。昨日から流れあったよ。よかったよ、本当に昨日の夜のお前の一発に以外はよかった。ここからナイスモッチャー、ナイスコース。行きまーす。はい、3、2、1、もう一枚行きます。3、2、1。写真撮りましょう。あって大変すごいよ、みんなで。マジ嬉しい。マジ嬉しいな。マジ嬉しいっす。マジ嬉しいな。あ、頑張りいってあげよう。安全通路、座るとこなくなっちゃうな。おだけ、おだけない？おだけ、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 おで必ず鬼をやるので、たくさん使う。選手の方が大きくなった。いくよー。頑張ってよ、頑張って。よーい。いいパパになる。いいパパ。いいパパ。いいパパランキング1位ですか？いいパパランキング1位です。おいで、こっち。来なさい、こっちに。岩田選手の小学生時代のサッカーの時って何考えられてました？いやもうがむしゃらっすよ。がむしゃらっすよ。がむしゃらっすよ。がむしゃらっす、本当に。これはマンションの壁にボール蹴ってましたね。壁当てしてます。苦情たちの秘訣ですか？まあ、苦情たくさん来ましたけど、やってました。真似しちゃダメです。
佐藤選手の少年時代は。いや自分の少年時代は、いや結構やんちゃに頑張ってたっすね。やんちゃがむしゃらに。やめてくださいよ。の俺の少年時代やばいみたいな。めっちゃ必死に走ってたっすよ。イエーイ。これ豊田選手と俺どっち好き？イエーイ。はいはい、おいでおいで。イエーイ。ヘイ。ナイス。おしまいだ、おしまい。二人とも変わった。おお、いいね大地。いいよ。いや、おじい。Thank you.
本当に、やってる俺ら選手も、ファンサポーターも、みんな、悔しい思いをしてると思うし、俺らも後半戦残り17試合、死ぬ気で準備して、死ぬ気で、戦って絶対上行くんで、最後まで一緒に戦ってください。お願いします。おい、スーパまあ、最後に点取られてしまったんですけれども、それよりもですね、やっぱり点になるような状況を作り出すことに対してですね、まだまだ不足していたという気持ちが強いですね。言ってみれば、まあ、前半はよく耐えたと言えばいいんでしょうけども、でもやっぱりもう少し攻撃できなかったらやっぱりあの状況になってしまいますね。後半少し盛り返した感じがありますけど、やっぱり点を取るまでいかなかったですね。まあ、次の試合またしっかり準備して、いきたいと思います。以上です。シュートも良かったですし、収めるところで競り合いの部分でほぼ負けていたので、まあ、そういうところを勝っていかないと攻撃の時間は増えないと思うので、まあ、自分のところで収めれるようになっていきたいと思います。まあ、そのボールの受け方だったり受ける位置っていうのをハーフタイム修正して少しボールを運ぶことができたんですけど、まあ、でもやっぱりなかなかフィニッシュに持っていくシーンが少なかったので、まあ、そこは本当に課題かなと思います。本当にいつもすごい応援していただいて力になってますし、まあ、それをあとは結果に結びつけるだけだと思うので、僕たちまた頑張るので応援よろしくお願いします。まあ、前半から苦しい状況が続きましたし、攻めるというよりは守りの時間が長かった中で、まだ最後までゼロで抑えてましたけど、まあ、最後、守りきれなかったっていうところが一つと、まあ、点を取りに行けなかった、1点も取れなかったっていうのがやっぱ一つの課題だと思うんで、まあ、また次に向けていい準備にしたいと思います。まあ、まずは100試合行くまでにいろんな人が関わってくれましたし、一人でここまで来れたわけではないので、その人たちに感謝を伝えたいです。多くのサポーターの皆さんが、来てくれてましたし、本当に勝ちを届けたかったです。まあ、ホームでなかなか勝てず申し訳ない気持ちもありますけど、まあ、自分たちはやっぱり結果でしか示せないと思うので、そこはまた意地見して、次はアウェーですけど、まずアウェーで勝って帰ってきたいと思います。